それではね、しゅんさんバースデーということで、今回特別にしゅんさんバースデー企画、闇イカチョウを回してもらいます。全く何も分かったから回せば分かるということで、見てもらえば分かるんですけど、1回100万円のところ本日限定で100円です。安い、はい、100円もないよ。安い、100円払う価値ありますよ。ちょうだい。ということでやればいい。そうですね、闇ガチャ。何闇ガチャって、これやばいっすよ。回してもらえれば分かる。いや、もうゼロ君が作ったんでしょ、これ。もう全然やべえよ。マジで、はい、これ危険です。あ、来たー。やった。これは何年ぶりだよ。これはよくないですけど、怖いわ、本当にね。マジで作業所。はい、行きます。はい、読めないですか。ああ、びっくりした。盗撮した体で謝罪してください。あ、はい、ちょっと待ってこれ、なに、盗撮されてたのかなと思って、最初いつ撮られてたの。こちらになります。なにこれ、ちょっと、はい、ちょっと開けてください。わかんないよ、すべてが読めないから。はい、僕がそれ開けますんで。え、マジか。まあ、それを使って、ちょっと盗撮しちゃった体で謝罪を今。どういうこと。もう二度としません。もうバイクでしか使えない。本当だぞ。いや、どういうこと。リサーチかけてたんですよ、この数時間というか時間の間にいろいろリサーチかけてて、しゅんさんにそのアクションカメラの URL とか送ったりしてたんですよ、はい、あれはもう一個とかしゅんさんに全部変えと、はい、これでこれを俺が上げることによってしゅんさんのファンが喜んでくれればいいなと。ああ、いい話。ありがとうございます。はい、まあ、こういうガチャです。素晴らしいガチャガチャってことで、うん、すげえいいでしょ。全部やるってこと。そうです。え、なくなるまでやってください。絶対外れなんだよ。さあ、何でしょう。運命の分かれ道。何？あ、何、ちょっと怖いわ、本当に。引いちゃいましたね。コメントが怖い。運命の分かれ道、こちらになります。おー、おー、やばー、おー、はい、開けてください。え、はい、違うんかい。あー、マジだ。この中に2人分入ってるんですよ。これをしゅんさんがこの中で誰にあげるかによって、今後しゅんさんがあいつあげなかったしなって思われるかもしれないじゃないですか。そういう運命の分かれ道です。これあげなくてもいい。あげなくてもいい。メルカリ出てたら出すなすげえな。すごい豪華ですね。これは西田君やりたいって言ってる。そう、ありがとうございます。やりました。ありがとうございます。やった、すごい。え、なに、なんでこんな、え、これちょっと待って、本物このケースは返してくださいよ。ケースは返せよ。わ、やった、これゲーム配信できるよ。もうできる、できる。それをやるのに、ただ何に行く結果は俺は見えてた。まあまあ、そうだね。え、ちょっと待って、これいいことが続いとるけど本当怖いんだけど。これ知ってる、だってゼロ君だけだもん。本当にみんな知らないよ。マジか。俺うっすらしか知らなかったもん。物ボケしてくださいよ。普通になんか。お願いします。はい、お前、家こちらになります。なんか電気詰まっちゃった。今ね。からの？何ができるこれ？これはなんだ？バイクを三輪車にしたいからこれ持ち上げます。面白いですね。面白いです。すげえいっぱいもらってるから。何これ？すげえ豪華じゃん。100円が何枚にバケットぞ。おお。バケットだ、確かに。何これ？だから言ってんじゃん。一回100万円、100万円で分かる。今後バイクで行きたいところ、あ、これは、まあ、キャンプ場なんで、はい、山梨。それで、あの、バイクにゴーグルをつけて。ちょっと待って、なんだ、今日怖いぞ、これ。大丈夫か。いつも頑張ってるから、ね、もう。バイクで来ないの。いや、バイクで来なくてよかったよ。やべ、バイクにバイクこれはまずいだろ。まずいな、それバイクが。何なんこれ。ちょっと豪華ですよ。多分最高に豪華。もう何やったら、これもレンタル。そうです。何やったら。レンタル。レンタルですよ。取れない。車の免許ではなくなぜバイクだったのか。まあそれは男のロマンですよ。車とバイクだったら両方ともかっこいいけど、僕的にはバイクの方がやっぱりちょっと憧れが強かったっていうのと、都内はバイクの方が便利かな、
って思ったけど、でかいの買いすぎて、そういうのもねえかなっていう。バイクというか、ヘリウッドですね。はい、それにゴーグルをつけて。すげえすごいいや、これ、YouTuber がよくやってる。すごいこれは、これも俺、マジで買おうと思ってた。一緒だな、大変やな、これから。どうやって返すの？これ、あの今年の誕生日、プレス5が来るらしいんで。怖っちょうどそれぐらいの値段になってそうだね。トータルすると無人島に持っていくものを3つとして説明してください、うんはい、ちょっと待ってください。それはどういうこと？選べない自分で選べないです。しゅんさんが3つ挙げてくれたのがこれなんですよ。これはこれはうまい、これはうまいな。まあ確かに無人島でいいですね。これはちょっと説明して。え、説明？どういうこと？なぜそれを選んだのか。俺さ、言ったっけ？いや、言ってないですけど。選んだ手で話してる。あ、これはね、やっぱ無人島って言ったらもう、火起こすのはまあなんか自力で、最近僕 YouTube でも火を起こす動画とか見てるんで、はい、もう多分起こせる。起こせますか？で、それでこれでもう、温める。そのまま食べてるんですか？そう、これこのままドボってなってるから。で、お肉もちょっと入ってる。これいろんな種類ね。欲しいかも。1種類じゃなくて、これ、3種類ある。まあ、3日間。うん、素晴らしい。3日間これで生きられるんですよ。結構ううまだ、まあるよ、まだあるよ。そろそろ外れが来るんじゃない？罰ゲーム的な。最近欲しい家電は？最近欲しい。まさか。え？プレステ家電なのか。プレステ家電？プレステ家電？プレステ家電な？いやちょっと家電かどうかわかんないです。はい、話してたやつです。何？ああ。そうだ。ジェノマイゾ。おお。そう、一時期、今もそうなんだけど、買うか悩んでて、はい、まあ、みんなイヤポッツあったりとかしてたじゃん。こういうやつじゃなくて、ここになんかこうかけるだけのやつ、骨伝導でもないけど、わかんないけど、ここからちょっと聞こえるみたいなって、それ買おうかなと思ってたんだけど、やっぱりちゃんとしたの欲しいなと思ってたところに、なんか話の実も、うん、ありがとうございます。もうこれで、プレステ5ぐらいの金額になったね。今年のタンプレに要望したものを教えてください。あ、いくつかあるよね。今回塚田君頼んだやつだね。天体望遠鏡かキックスクーターかバイク用のスマホのフォルダー。もう一個あったな。もう一個ありましたね。天体望遠鏡、もう一個天体望遠鏡。もう一個なんだか、じゃあ見せた方が早いです。僕は覚えてます。なんだろう、片方だけでいいですか？とりあえず片方だけ。はい、どういうこと？いや、もうダメ。これゼロ君使ってたやつ。そうですね、十何年使って今使わなくなっちゃったんで。な、あのさ、ゼロ君の粗大ゴミってことない？全部気づいた。でも全部欲しかったやつなんで。全部使いましたよ、ちゃんと。うん、で、これ二つある。あ、あります、あります。わ、これは助かる。俺さ、人からもらったやつ多いわ。あの間机もらったしな、服もらったりとかするしな。一応もらっとくわって言っとくもんやな。あ、そうです。これあれですよ、リハの時にキュンさんのスピーカーの話聞いたじゃないですか。え、なにクレーンの使わせた。確かに、確かに。無効だ、無効だ、無効だ、無効だ。宣伝してください。あ、宣伝、宣伝してください。あ、これはこれは僕、これの大好きな蒙古タンメン中本で、これ前後のメンバー、飴の子もダメ。え、僕タッツ好きですよ。あ、辛いの。あ、いけますよ。あ、いけるの。これ好き。あ、これはギリギリギリですね。これ限界ぐらいです、僕の中で。これ辛さがないと食べてもダメ。ああ、俺はまだもうちょいいけるんだけど、大好き。このカップ麺はどんぐらいのなんか。あ、これ全まだ全然いけると思う。楽勝じゃないけど、辛いとは思うけど、まだもうちょい辛くても全然。店に行っても増えます、それだけ言えば。全然。あ、ただ店はもっといろんな種類あるから、五目麺とか全然辛くなかったり、いろんなのがあるから。北極ってやつが一番有名だよね、うん、北極はもう、はい、もう無理っす。 あとチーズとか別で注文できたりとか、いろいろあるんだよね。それで辛さ調整したりとか、あと危ないから。危ない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 。決めポーズしてください。離れますね。離れますね。いやいや、最後の最後で罰ゲームだ。何をすればいい？決めポーズ。決めポーズです。
あ、しゅんさん、君どうぞ。俺、てっきり親指隠すんかと思って。そうだね、そうだね。俺はそれポーズだ。ポーズ1。まずは、1、ポーズ1。まずは、ズボン、ズボン。スタンダード。で、次は、まあ、ここ今ないけど。あった。ちょっとだけ。それ、ちょっとだけ。ちょっとだけ。で、もうパ、もうワンパターンは後ろポケット。ああ。ある。で、たまに、まあ、こういうふうにちょっとイレギュラーが穴開いてたら、こう、これもあるそうですね。親指はもう、ほら、親研究者なんですか。あ、研究者もなんですか。そうですね。これからも、自撮り頑張ってください。なんですか。フォープラの自撮りで終わります。あー、すごい。まあ、サンドにもなります。へぇー。ピノス。素晴らしい。いやー、これはこれ実は4月24日ライブ前に撮ってるんですけど、 1.5 倍頑張らなかったんで。そうだね。何やお前、物で頑張るよってすぐ変わってるけど、全然テンションがガッて上がってきたから。で、あとまあこれだけねいただいたんで活用しますよ。今後の YouTube とかにも期待してください。これスピーカーで曲も作れるしね。うん、それはちょっと GoPro で映像曲関係あるでしょ。曲ある曲ある。曲関係一応ないよ。その仕事につながることとか、そうだね、ファンが喜ぶことにつながる。もうこれね、そうなんだよね。今日はこれを Vlog のネタもできた。そうだね、一個ずつ作っていこうかな。ありがとうございました。頑張ります。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしい。じゃあ、今日も頑張ってきましょう。はい、頑張ります。一生言われるぞ。